やっほー、おはようございます。まだおはようの時間だよねまだ全然朝ですね。朝の洗顔後ドスッピン。今日は久しぶり、まあ、メイクなんかしながらゆっくり11時くらいまで配信しようかなと思ってます。1時間後私のメイクが終わっているのか否か。お肌めっちゃ今いい感じなんだけど、今日ここにニキビができた。本当に最近さすごい大きなストレスもなく、睡眠もまあまあそれなりに時間取れて、食生活も安定してきてますし、何の原因も考えられないんだけど、めちゃくちゃこの辺にニキビできがちなの。なんで？まあまあまあうまく隠そうと思います。そう、私普段はめちゃくちゃメイク早いんですよ。びっくりするぐらい。だからちょっと明日はまあね、最後ですから、いつも丁寧にはやってるんですけどね、メイク公演の時とか一番最初にメイクを。食べ過ぎ、いやそれはない、逆に食べなすぎてる。もうさっき何でしょうかね、口周りニキビ。口周りのニキビってなんか原因がありますよね、場所によって。確かに食に関するあれな気がした。食べなさすぎてるかも、逆に体調崩したのが今出てきちゃった。久しぶりのメイクです今日は。やば、うん、昨日はね寝たのは結局ね3時くらいだったかな。でもやらなきゃいけないこと終わったんで、はい、よかったですね。今日に持ち越さずに昨日で終わりとか。そして今日は電波悪いかな、電波悪め、月見てない見た、みんなは月。今日はインスタグラムいっぱい更新するんで見ててくださいね。TikTok、はい、月見バーガーいきますけど、どうしよう明日の髪型な、もう決まってない。なんとなくは決まってるけど、なんとなくしか決まってなさすぎて、
まあいっかなんとなくでその日の気分って感じで。いやー、こうしてね、本当にゆっくり配信、明日も多分配信することになると思うけど、公演後にこうやってのんびりな配信は今日が最後だから。いやー、8年間アイドル、あ、配信をねこうやっていっぱいさせていただきましたけど、いろんな配信しましたね。結構私なんか変な企画考えて割とやってた方な気がする。変な企画っていうか企画考えるの大好き。いろいろなんかいろいろな配信やってた気がします。クリームソーダ作ったり、いきなりだけ配信でメロンソーダとアイスクリームを用意してクリームソーダを作りますとか言って、あ、ラジオ体操とか、確かにラジオ体操を配信でやるメンバーなんて見たことがないです。他にの夜8時半からとかやってましたね。他に何やってたっけな、企画。朝配信しばらく前、1週間毎日やったりとか。今考えたらすごい大変なことやってたなって思いますめっちゃ早起きしてさ、朝超は、私朝苦手なのね。めっちゃ早起きしてショールームやって、で学校の行く準備急いでやって、バタバタで学校行ってた。すんごいことやってたなって今では思いますね。確かにお菓子作り配信キッチンで踊ったりね、クリスマスケーキ作り配信とか、メクルームだよ、メクルーム懐かしい。逆にそのカラオケ配信とかをね、最近になってやっと初めてやったりとか、意外と、あー確かに妹もよく登場してましたね。本当に今はもう声優できますけど、昔は配信してたら部屋に勝手に入ってきてたんですよ。入ってこないでって言っても、その赤ちゃんがね分かるわけないんですよ。私ビスさんにね出していただいた時の期間がもうすごい印象深いですね。二段ベッド懐かしいの。もうあれは処分されましたもう処分されました。私がすごい小さい頃から使ってたベッドです。うん、なんかメンバーの似顔絵を描いたりしてましたね、ビスさんの企画では。もうないすごい古いやつ、何年も使ってました、2段ベッド。なんかこうやってメイクするの久しぶりだから、自分の顔まじまじと見るの
久しぶりすぎてめっちゃ痩せたな逆にすごい体調崩してめちゃくちゃ痩せちゃったんですよ。すごい悪い痩せ方、ご飯が全然されな食べれなくて、いやーと思ったけど逆に良かったかもしれない、卒業前に。もう顔面とかすごい違うもん。体調崩して本当死にそうなってたけど、まあ痩せてよかったと思います、ね、プラスプラス大事。体力だいぶ復活したと思いますね。一昨日くらいめっちゃ走ったんよ。けどめっちゃ走れたんよ。え、こんなに走れるんや私と思ったから意外と体力は、まああと公園もう公園って本番になると本当に自分でも持ってないくらい体力使っちゃうから、無意識に無意識にすごい自分が思ってるより動きとか大きくなっちゃって体力結構消耗するんですけど、まあ、でもやっぱアドレナリンでどうにかなるだろうって8年で学んだこと、でも体力はだいぶ本当崩してた当初はもうこの体力じゃやばいと思ったけど、だいぶ復活元気になったので大丈夫だろうって思ってます。アリさんではなくなったかな、なんだろう、犬くらい、犬も体力結構あるからちっちゃい吉田カレンくらい、小学1年生ってもう小学1年生の吉田カレンくらいと思ったけど、今と比べたら小学1年生の方が体力あったかもしれないです。いや小学1年どうだろう、やっぱ小学生ってすごいわんぱくでずっと外で遊んでたから、まあ小学1年生の自分には勝つかな、小学5年生とかの自分には負けると思う。すごいダンスやってた時期だから、 AKB 入る前のバリバリアクロバットとかやってもう腹筋とかバッキバキシックスパックみたいな感じのバキバキ元気少女って感じだったから、その時小学4年生5年生くらいの体力にはちょっと負けるかもしれないです。小学校高学年の自分の体力、妹、私の妹体力すごい、いやでもね確かにそうですね、自分の今の妹小学校低学年とかですけど体力えぐいんですよね。私の妹が特殊かもしれないかもしれないけど、わかんないけど体力すごって思うんですよ。本当に一緒に遊んでたりするとまだ21歳ですけど衰えをすごい感じるんですよ。びっくりしちゃう。わかんない、自分の妹がめちゃくちゃ体力すごいだけかもしれない。いやすごい、なんかさ本当にこんな YouTube ばっか見て大丈夫かよっていつも思うんですよ。私が子供の頃はずっとお外で遊んだり家の中で持ち回ってとか思ってたけど、
こんな今の小学生とか妹ずっと家で YouTube ばっか見とって大丈夫かよと思うけど、外での様子とか見たらすんごいですよね、体力。でも私体力だよ、体力で言ったらない方、人間運動神経悪かったんだね、もうちっちゃい頃からずっと、そう運動神経ずっと悪いタイプだったから。でも本当に何の運動してもダメだったんですけど、持久走とか特に大嫌いでした。体力本当になかったんだよね、運動神経も悪けりゃ体力もなかったんでダメですね、全然ダメですね。でも本当に持久走も大嫌いだったけど、持久走この秋とかに、冬あたりって毎日小学生なんか運動場走らされてたんですけどさ、なんか中休み なりました、皆さん運動場を走りましょうって言ってやってました。負けないでってずっとそれがエンドレスで流れててずっと走ってました。うん、小学6年生の時に6年生の時にマラソン大会があったんですよ。なんか男子が分かんない4周、女子が3周とか、このなんかグラウンドみたいなところに行って、それも保護者の人とかが見に来るようなやつで、マラソン大会で何周走って、このグラウンド3周とかだったと思うけど、3周走ってそのタイムを測りますみたいな、最後までゴールできるように頑張りましょうみたいなやつがあったんです。でその本番 何日か前から何回もそのグラウンドに行って練習もさせられ練習もして、もう大っ嫌いだったの本当に。マラソン大会の時体調崩せ自分と思ってたくらいすごい嫌だったんだけど、体力が本当になかったんで、けどその気力というか気合というかやっぱりそれなりにあったのかもしれないんですけど、本番めっちゃ頑張って本当に体力ない方だったんですけど、60人近くいる中の10位とかだったんですよ。10位前後、自分でもびっくりしちゃって、本当に体力ない人間だったんですよ。で自分が一番びっくりしたんだけどS 意外とすごくてさなんかね、最後に順位が書かれたこれくらいのちっちゃいカードを渡されるんですけど、自分でもその時は驚きました。すごい今めちゃくちゃ記憶の思い違いしてたら面白いね。本当は40位とかだったらもない自分のいいように、都合いいように記憶すり替えてるかもしれないまあそれはないと思うんですけど、うん、そうすごいなんか絶妙なあれです。でもすごいよね、60位くらい中の10位って、これで4位とかだったらめっちゃかっこいいじゃん。え実は4位とかで10位ってすごい絶妙なと思ったけど、でもすごいよね。うん、でも練習の時はいなかった、観客の皆さんがいたから、私って人に見られてると頑張れるのかもしれないって思いましたね。
そうお母さんたち、お母さんお父さんとかが見に来てくれてたのよ。頑張れってすごい応援してくれてたんですけど、その応援の力がめちゃくちゃやっぱ大きかったのかもしれないです。いやすごい、それな感想できただけで自分でもすごいと思ったけど、だからやっぱり体力本当にないんですけど、この心の中に秘めた気力と体力とか負けず嫌いみたいな、それはやっぱ強かったのかもしれないですね。運動神経悪いんですよ。運動神経いい子にすごい憧れてました。まあ今も憧れてますけど、なんですかね、やっぱ生まれた時から決まってるもんなんだよね、ああいうのって悲しく。すんごいのんびりメイクしてるけど、11時までに終わんなそう。すごいまつげがギュインギュイン、伝わらないか、遺伝かな。でもやっぱ兄弟でも違うじゃないですか。私は本当に小さい頃から 弟が運動神経良すぎて、身体能力高すぎてずっと悲しいなって思ってました。この差は一体何なんだと。変わってるかな、配信始めた頃と私変わってますか顔。まだベースぐらいしかやってないけど、ちょっとのんびりやりすぎてる。ちょっともうちょっと頑張る。なんだ、何すればいいんだっけ。ちょっとメイクすること自体久しぶりすぎて忘れかけてる。なんだっけ。うん、変わってる。ああなるほどね。アイメイク、アイシャドウ塗ってます。顔がくっきりしてきた気がする。朝ごはん何食べた？みんな。
べました。お昼ご飯は何食べようかな。でも全然お腹空いてない。お昼になったらお腹すくかな、さすがに。なんだろうな、何がいいと思います？人気のお店で並んでます？マジ何のお店ですか？あ、うどん、めっちゃ今一番に出てきた。うどんとかそばとかさっぱりしたの食べたい気分かな。てか今日割と涼しくない？気のせい。明日っていうか明後日がすごい涼しいのか。お寿司、鮭おにぎり、牡蠣、いいな、牡蠣食べに行く。ね、涼しいよね。うん、岡山にスケサウドンができた。そうなの？岡山行きたい。てか全国行きたい、もう行きたい、ここに行きたいっていうところが多すぎて全国回りたい。47の素敵な街へしたいですね。確かに9月末だもんね、言うて。確かにな、そう考えたらそうだそうだな。そうだそうだ。海外はね、別に行きたいとこないんだよ今ね。海外旅行に行きたいなって思わないんですよ、ね、ん、行きたいところがない。とりあえず日本を先に回りたい。まず日本、一旦日本。あんまりね、海外欲がない方かもしれない。絶対行ったら世界変わるだろう。変わる。まあ、日本大好きなんでね、一旦日本を回ってからの韓国とかから行きたいですね。海外旅行というのかってレベルで近いですけど、行きやすいかな、やっぱ韓国。よいってね、福岡からだと行きやすいから行きたいです。どこがおすすめ？パリとか行ってみて。海外知識全くなすぎて。おしゃれな、せっかくならね。まあどこ行ってもわーってなるか。台湾だっけがめっちゃおすすめって言われた。おばちゃんに。おばちゃんに、台湾がいいよって言われた。ご飯が、まあご飯の美味しさは別に求めてる。すごい。フランス？英語を喋れないと思う。あのか、なんだろう、ね、喋れる人と行きます。困らない人と。
友達に韓国語韓国語が読めるし書けるし喋れるしみたいな子がいるんですよ。すごい独学で韓国語簡単だよみたいな言ってた。その子韓国行くのはその子とその子連れて行きたいですねと思って英語その子英語も喋れそうだからその子連れて行こう北海道行きたいですよ。辛いの得意ならタイ楽しめそう。タイ行ったことないかも本当マジでグアムしか行ったことないから、チームメイトの活動で。確かにそうね、今発達してますからね、いろいろ。なんだっけな、次は何をするんだっけ。もうメイクの工程がっていうかしたっつえい、ーグアム何泊したんだろうな、結構いたんですよ。めちゃめちゃ楽しかった。しかも本当にやっぱお仕事だからスケジュールもある程度決められてるし、もう全部ついていくだけみたいな状態で大人の方たちに何でもかんでもやってもらったから、だからこそ楽しめたのもあるかもしれないです。苦労を一切しなかったから、うん、だからやっぱ大変なこと全部やっていただいたから、大人の方々に。確かに海外行って一番したいことはなんか風景を楽しみたい。綺麗な街の風景だったり、わあ全然違うとこ来たって感じを味わいたいですね。一番なんか美味しいもの食べたいとかお買い物したいって感じでは、写真とかいっぱい撮りたい。うわ異世界だって感じを体験したいです、ね、まあそんなどこ行ってもそうなもんかどこ行ってもそんなもんか、行ければ満足だから。あお城とか確かにいいね。でもやっぱコーヒーとか好きだからコーヒー美味しいとこ行きたい。コーヒー美味しい国どこですか。お酒とかその国の美味しいお酒とかワインとかなんだ分かんないけど、そういうのも楽しんでみたいですね。
今日はだいぶのんびりメイクしてます。こんな時間かけてメイクすることなかなかないです。さあ、あとは何ですかね。私あと何をしなきゃいけない。もうでもだいぶ出来上がって、顔変わってますか。変わってるよね。パーツがパキッとした感じがやっぱしますね、少し。そうそう、やっぱ日本のご飯が一番好きってなると思うから。まあね、そうですね、日本大好きなんで。日本最高ですよ。日本はいい国。すごい下向いて配信してる。鏡がね、見えにくいって。さあ、もうだいぶ出来上がってきましたよ。今日はそんなねステージに立つわけでもないんで、ちゃんとメイクしなくて。なんだろう、もういっかな。やっぱなんか本当に普段ステージ立つ時って濃いめにしなきゃいけないから、それでついつい普段のプライベートのメイクも濃くなりがち。どこでセーブしたらいいかがもう分かんなくなっちゃうんです。それで毎回濃くなっちゃう。もう私は薄い、めっちゃ薄い方だと思うけど。もうね、もうこの辺で止めておきましょう。もう大丈夫です。もう完成かな。なんか8月頃めちゃくちゃ日焼けしたって言ったじゃないですか、私。だけど最近、ね、家に引きこもってたから、寝込んでたから最後に真っ白になれてよかったですね。そう考えたら、まあ悪いことばっかじゃなかったですね。こうやってプライベートに考えること大事。うん。昔に比べて化粧だいぶ上達したと思いますよ。本当に。だってあれですからね、あの最初の方全然メイクができなくて、自分でメイクって何からすればいいのみたいな感じだったから。今の若い子とかあの中学生とか高校生とかってちゃんともうメイクするじゃないですか。する子が多いなという印象なんですけど、私ほんと福岡の田舎娘、やっと中学生になりましたみたいな子だったんで、全然メイクとか何から何をしたらいいのか分かんなくて、最初は本当にメイクができなくて、劇場デビューの時もスピンで公演に出たりとか本当狂ってますよね、今考えたら。いや、それもまた伝説なんですけど、だからまあそれに比べたら、それこうから比べたら、すごい勉強したってわけでもないんですけどね。やっぱ8年もアイドルやってればいろいろ学びがあったなって思います。じゃあ、まあ最後にリップでもつけて、完成です。石田カレーが完成しました。意外とちゃんと時間内に終わった。
明日はさすがにすっぴんで出ないですよ、公演は。バチバチにメイク決めて出させていただきます。おおい、やっぱり配信始めた頃と顔変わったんじゃないですか、評価吉田カレーの完成、なんか久しぶりにこうやってメイクしてる姿をお見せします。多分私10日ぶりに今日メイクしたんで10日ぶりのメイク完成です。いえ、最近毎日すっぴんで配信してたから。完成です。いえ、ありがとうございました。本当いつも私のねダラダラメイク時間にお付き合いいただいてありがとうございますやばいよね、10日ぶりに、10日もメイクしないアイドルってどういうことよって感じですけど、ありがとうございます。完成です。そう、肌休めてたんですよ、10日間、じっくり。ありがとうございます。じゃあ、まあ、メイクもね完成したというところで、ことで終わろうかな。髪が伸びました。でもさ、色落ち、あーでも結構落ちてるかなと思うけど、まあまだ範囲内、許容範囲内、ちょっと茶髪くらい。卒業公演のために染めたけど、結構明るくなっちゃったけど、終わりにはまだ全然許せるレベル。よかったです、頑張って。毎日カラーシャンプーで大事に大事に洗ったから。ありがとう。9月ラスト、9月、今後の1ヶ月もありがとうございました。ありがとう。いやー、もう明日には卒業公演っていうのが信じられないです。今日もね、おお、楽しく過ごしましょう。じゃあ、そろそろ終わろうかな。ありがとうございました。朝から来てくださって。今日 SNS ちょこちょこ更新すると思うから見ててください。見て上がったらぜひ見てください。ありがとう。じゃあ終わりましょうかね。ランキングを読みます。13位アントニオ・イッティさん、12位ツリンクさん、11位
8位と主王さん、10位秀次郎さん、9位ぬっしーさん、8位トリオエイジさん、7位関西伊藤氏さん、6位オニオンナイトさん、5位秋文さん、4位サッタンさん、3位天津風さん、2位テルマエ片口さん、1位タートシさん、ありがとうございますありがとう、ありがとうじゃあまたね、バイビー、ありがとうございました、バイバーイ。